まあ、それではそのまずはじめにそのどういうふうにしたらあの原発は収束できるのかということをお話しいたします。収束しなくちゃいけないと、もうこの時点に来て、そういうことを言っててずっと放射能を出し続けるということが本当に正しいんでしょうか。今その格納容器をラジエーターにすれば水は不要ということを今ここで申し上げているわけですが、まあその事故が起きた当初はまだ崩壊熱というものがあって、ウランの崩壊熱というものがあって、そのために原子炉がすごく熱いことは分かっているんですね。そこで私の提案はその水を使わなくても熱い物体からは放射という現象が起きて冷却が起こりますよ。戦争も原発も何も起こらないところを作る。娘ととてつもない約束をしてしまいました。今大人が守らなくてどうするんだろうって思います。1,2,3,4,5,6 売り切れてしまいましたので現状、はい、建築が死んでいると。それがなものはここで取り扱ったことがないようないほどの猛烈な放射性物質で、自分自身を本気にさせたのもその子供たちに対して20ミリシーベルトを与えたっていう。昔はドイツの原発を作っていた会社だったんだけれど、今は原発を作らず、風力発電を作ってます。Japan has learned nothing from Nagasaki and Hiroshima, nothing.